狼は眠らない。始めます。第8話、薬師の失踪。1。貴様がシーラ殿をかどわかしたのか、という質問をしたということは、この者たちはシーラの行方を知らないようだ。だが、そうだとして、この者たちは何をしているのか。もう一度聞く、お前たちは誰だ。誰の許しを得て、ここに入った。若い騎士は、レカンより、頭一つ分以上、身長が低い。勇敢にも一歩前に出て、 レカンの顔をにらみつけ、剣を抜くと、岸先をレカンに突きつけた。私は岸ヤギとウルバン。ウォーカ領主クリムス・ウルヴァンの嫡男なり。貴様は誰だ領主の息子だと薬師シ,シーラの家に不法に立ち入り、扉を壊し、家の人間に剣を突きつける。それが、領主の意志だというのだな。レカンの言葉を聞いて、後ろにいた二人の騎士が怒った。無礼な。アギト様に、何という口を聞くのか。 アギト自身も怒りをあらわにし、そばにいた二人の兵士に命じた。何をしているこの怪しき男を捕獲するのだ。捕獲してはならん。作業室の扉から出てきて、声をかぶせたのは、兵士であるが、他の兵士より良い装備を身につけた男だ。こちらはぐっと年上で、年輪を重ねた顔をしている。その後ろから、三人の兵士が出てきた。アギト様。勝手に、隊員に命令を下されては困ります。 隊長。この男が何か知っているに違いない。この男を捉えるのだ。隊長と呼ばれた男は前に出て、レカンの前に進んだ。レカンは首だけ左に回し、隊長とやらの顔を見据えた。このときレカンはひどく腹を立てていた。どうしてこんなに腹が立つのか、自分でも不思議だった。それはシイラが突然行方知れずになった戸惑いから来るのかもしれないし。 シーラの家が見知らぬ者たちに蹂躙された理不尽祭の怒りなのかもしれないが、とにかくひどく腹を立てていた。騎士の態度が、その怒りに火を注いだ。もしも、不審者たちのうち誰かが攻撃してきたら、レカンは、この場にいる不審者たちを全員切り殺してしまっていただろう。薬師シーラ殿の弟子、レカンだな。隊長の言葉に反応したのはアギトだった。何弟子弟子だとシーラ殿が弟子を取られたなど。 私は聞いていないぞ。領主様はご存知です。私も領主様からお教えいただきました。隊長は、ちらりとアギトの方を見ていった。レカンに向き直ったその表情は、毅然としているが、ひどくこわばってもいる。この隊長には、レカンの危険さが、うすうすわかるのだろう。そして、レカンは、怒りに燃えた目を隊長に向けている。ひどく緊張感のある沈黙が、庭を支配した。この時、 開け放たれた作業室の扉から、ジェリコが出てきた。ジェリコは、丁寧に扉を閉め、長い両手で地面をつきながら、器用に移動し、壁に打ち込まれた杭をスルスルと登ってゆき、どこかに行った。その姿を見て、レカンの心は、奇妙な落ち着きを取り戻した。シイラが、この住処を捨てるとしたら、ジェリコを置いていくわけがない。シイラに、何か返事があったとしたら、ジェリコがこんなに落ち着いているわけがない。ジェリコが ここで安穏と暮らしているということは、シーラが自分の意思でどこかに行ったということであり、時が来れば戻ってくるということなのだ。そう考えて落ち着きを取り戻し、レカンはようやく隊長の質問に答えた。ああ。私は、防火守護隊隊長テスラ。この家で捜索をしていたのは守護隊としての任務と了解してもらいたい。任務町の重要人物であるシーラ殿の行方がわからないとなれば、掘ってはおけないのだ。 妙なことを言う。6日か7日前、俺がここを出たとき、シーラはいた。つまり、今回シーラの不在は最大で6日だ。先月、シーラは、20日ほど、この町を離れていたが、帰ったとき、別段騒ぎにはならなかった。なぜ今回は騒ぐ。しかも、騎士3人に兵士6人という兵力で押し入るとは。その武力で何をするつもりだった。私が命じたからだ。ある筋から、 シーラ殿とニケ殿に避難が迫っているかもしれないと聞いたのだ。だから。あなたは黙っていてください。あなたには、隊員への命令権などないのです。まして、非番の隊員を私にも断らず、勝手にかき集めるなど。領主様の兵を、領主様に無断で動かしたら、謀反の罪を問われても仕方がないのですよ。私が気がついて追いかけてきたから、今回のことは、守護隊長の指示下の行動ということにできますが、本当に危ないところだったのです。 今後は、二度とこんなことをなさってはいけません。事情はよくわからないが、レカンは、この隊長という男が、心から、アギトのことを心配しているのだと感じた。テスラ隊長は、再びレカンに向き直った。いろいろ聞きたいこともあるので、領主館にご同道願いたい。もう、レカンには、侵入者たちを切り捨てるつもりはなかった。かといって、領主館などという、いかにもめんどくさそうな場所に行くのは、気が進まなかった。 このまま逃げ去ってしまおうかとも思ったが、それをすると、今後、この町で暮らしていきにくくなる。仕方がないので、ついていくことにした。着替えてくる。玄関の外で待て。そう言うと、レカンは家の中に入り、一番奥にあるシイラの部屋まで歩いた。ベッドは荒らされていない。ベッドの下の縦穴には気づかなかったようだ。レカンは、剣も、街灯も、貴重なものは、何もかも、収納にしまい込み、 サイドモール家でもらった普段着に着替えた。これなら、何も取り上げようがない。2。両手館に着いたレカンは、粗末な机と椅子だけがある、殺風景な部屋で待つように言われた。もうずいぶん時間が経ったが、放っておかれたままだ。もっともレカンは退屈してはいない。収納から、食べ物と飲み物を取り出して腹ごしらえし、ずっと、投稿の練習をしていた。滑らかによどみなく、魔力を操る。 投魂を発動させるのに必要な魔力など、それこそ、罪の先ほどの量だ。だが、あえて全身を使って、魔力を隅々にまで回し、大きな大きな流れの中で、小さな小さな火をともす。その制御の練習を、飽きることなく繰り返した。長年剣士として戦ってきたレカンだが、攻撃魔法が使えればと思った場面は多い。無論、戦いの主役は剣なのだが、魔法を織り交ぜることができれば、さらに強くなることができ。 様々な敵や状況に対応できる魔法の矢が撃てる弓や火の攻撃魔法が撃てる杖なども手に入れたが使い勝手や威力に問題があり戦闘に組み込むことはできなかったレカンほどの段階にある剣士にとって役に立つ攻撃魔法というのはやはりそれだけの精度と速度と威力を持たねばならないそんなものを剣士であるレカンが身につけるのは夢のまた夢だったその夢のまた夢だった攻撃魔法が使えるようになったのだ しかも、その威力の片鱗は、迷宮ではっきりと見た。あの巨大なシワ男を一撃で葬り去ったのである。ただし、現状では、戦いの最中で魔法を繰り出すことは難しい。しかも、恐ろしく魔力効率が悪い。だから、制御を磨き上げ、速度を上げるのだ。三。レカンさん。失礼しますよ。聞き覚えのある声が聞こえ、扉が開いた。商人のチェイニーだ。 その後ろにはテスラ隊長がいる。さあさあ。行きましょう。レカンは無言だ。立ち上がろうともしない。そんなレカンを見て、チェーニーは言葉を足した。領主様のところに。四。この度は世話になった。礼を言う。領主クリムス・ウルヴァンはいきなり立ち上がって頭を下げた。部屋の隅にいるテスラ隊長が目を向いて驚いている。領主が座った後、その手前右に立つチェーニーが説明をした。 レカンさん。あなたが護衛してくださったおかげで、貴重な薬を領主様にお届けすることができました。実は、領主様のご息女スシャーナ様が重篤なエマいのとこにあられたのです。あなたのおかげで、困難の中、薬をお届けすることができ、スシャーナ様は回復されました。領主様は、レカンさんに、そのお礼を言われたのです。その手柄はチェイニーのものだ。俺はチェイニーに雇われ、護衛をしただけだ。そういうな。 わしの立場がないではないか。おい。領主の指示を受けて、自重調だろうか、蕎麦遣いの者がレカンに近づき、小袋を乗せた四角い銀色の盆を差し出した。おそらく金貨が入っているのだろう。その袋をちらりと見て手には取らず、レカンは、領主に鋭い言葉を放った。薬師シーラの家に押し入り、家の扉を破壊した者の罪は、どうあがなわれるのだ。部屋の空気が凍った。ほう。領主が、 領地内の民家を調べたことが不満か領主が冷たい声で聞いた。レカンは、その問いに答えもせず、くるりと振り向き、扉の方に歩みかけた。お待ちを。お待ちを。チェーニーが走り込んできて、拝むようにしてレカンを押しとどめた。最高の職人を雇います。できるだけ元通りに修復いたします。このチェーニーの名において。ですから、レカンさん、お怒りをお静めください。レカンは無言だ。 チェーニーはさらに言葉を重ねた。この町にある騎士様がおられます。その騎士様は長年にわたりこの町の富を横島な方法で吸い上げてこられました。そしてこの町の実権を我が物にせんと格作してこられました。バカ様はその騎士様にそそのかされたのです。チェーニー。ひどく大きな声で領主がチェーニーの言葉を遮った。それは言ってはならぬと言いたいのだろう。領主様。 あなた様は、シーラ様を、決定的に、敵に回したいとお考えなのですかそうでないなら、このままレカンさんをお返ししてはなりません。いつも、のらりくらりとして、つかみどころのないチェンリーが、今は、別人のように厳しい顔をしている。レカンさん。あなたが領主様に敵対すれば、領主家とシーラ様が敵対したという形になってしまいます。それは、その騎士様の思うつぼなのです。あなたはそれでいいのですか これはうまい言い方である。レカンとしては、そんな男の思惑通りに動くのは嫌だ。となると、これ以上、領主のやり方にケチはつけられない。同時に、レカンは気づいた。シイラとしては、相手が領主であれ、ある騎士とやらであれ、敵対しようとは思っていないはずだ。なぜなら、シイラは、人の目に立たず、ひっそりと生きていくことこそ願っているはずだからである。つまり、シイラの弟子を名乗るレカンが暴れれば、相手が誰であっても、 それは、すなわち、シーラの不利益となる。穏便な撤退の道を与えてくれたチェーニーには感謝しなくてはならない。わかった、チェーニー。先ほどの言葉は取り消す。5。いやいや、実に見事な食事ぶりですね。迷宮帰りとあれば無理もありません。そんな日に、たまたま、若さまのご一行と鉢合わせされるとは、運が、いいのやら悪いのやら。チェーニーに招待され、料理店の個室で、レカンは、 心から食事と酒を楽しんでいる。迷宮の後は本当に食事がうまい。まして、こんな高級料理店の料理なのだから生きる喜びをしみじみ感じられるというものだ。さて、こうなれば、メカンさんには事情を知っていただかなくてはなりません。知らなくていい。ご両主様が奥方をお迎えになったとき、奥方様のいとこであるキシミトスコア・アーバン・クレイン様が一緒にこの町に来られました。この方は、 大変な浪費家で、しかも能力は低いのに、権力志向が強い方で、いろいろな役職を占めて利権を手にし、さらには、ご長男のアーリア様を、棒花領主の地位につけるべく画策されました。この酒をもう一本。はい。レカンの要求に応じて、チェーニーは、球児を呼んで酒を注文し、話を続けた。今日は、部屋の中に部下を待機させていない。レカンがくつろげるようにという配慮かと思ったが、それだけではなかったようだ。 戸様がが手手を組んだ相手が2人おります1人は大手商家のザイカーズ商店投手ザック。もう1人はゴルブル領主ご次男のヘンジット・ドーガ様です。鳥の骨付きの揚げ物をまた一つ食べ終え、残った骨をポイと投げしてると、レカンは、杯に、並々と酒を継ぎ、ぐいぐいと飲み干した。ザイカーズ商店は、この町に支店を出すと、長年にわたって、じわじわと販売実績を積み重ね、 いさか道義に反するやり方で競争相手を潰し、この町の中枢に浸透してきました。ついには、当主のザック自身が、この町に乗り込んできて、残念ながら、我が商店は、領主や片手入り筆頭の座を追われました。この鳥の骨付き揚げ物、もう一皿。料理を注文して、チェーニーは話を続けた。そうした中、ご領主様は、ミドスコ様のやり方について行けなかった者たちや、裏切られた者たちから、 少しずつ証言を集め、証拠を集め、断罪の機会を伺ってきておられました。野菜も食いたい。何か野菜を追加してくれ。追加を注文して、チェーニーは話を続けた。ミドスコ様は、この町の武力面での責任者を自称しておられまして、かねてから、騎士と兵士を増員するよう、領主様に要求しておられました。しかし、領主様は、騎士は、現在の4人で十分だし、兵士も60人以上にすることは、 予算の上からも難しく、その必要もない、と突っぱねて来られました。騎士は4人しかいないのかぐびぐびと酒を飲みながら、レカンは聞いた。はい。領主様とご長男様、ミドスコ様とご長男様の4人です。領主の長男の後ろに騎士みたいなのが2人いたが。それは、そういう装備をさせているだけです。正式の騎士になるには、王陛下の祭下が必要です。なるほど。 武力増強を訴えるミド子コ様があまりにやかましいので、領主様はシーラ様に願って、王都の古名な魔道具ギ士ヤックルベント様から、炎の魔法が打てる魔道具を5本、購入したのです。そう言われて思い出した。5本のうちの1本は、今リタンの収納に入っているのである。強力な炎の魔法が打てる魔法使い1人は、騎士10人に匹敵すると言われます。つまり、騎士50人分の武力が増強されたわけですから、ミド子コ様も、 黙るししかありませんでしたところが、今度は、あれこれと理由をつけ、自分が、その魔道具を管理すると言い出したのです。領主様は、5本のうち2本をミドスコ様に預けました。酒を、もう1本頼む。さて、先日、ご領主様のご息女スシャーナ姫が、ご病気になられました。町の優秀な世領主たちが診察しましたが、病名も原因もわかりません。困り果てた領主様は、シイラ様に往診を壊われました。 シーラ様は、この病気は呪いによるものであり、通常の薬では感知しない、と言われました。呪いで病気になると、病気を治療しても、また病気になってしまう。呪いを解除しなければ感知はしない。そんな時、ミドスコ様とサックザイカーズが自信満々で申し出てきたのです。自分たちに任せれば、きっと姫様をお救いする薬を手に入れてみせますとね。もちろん、とんでもない対価と引き換えにです。ミドスコは、 それが呪いだと知っていたのかさあ。病気だということくらいは伝わっていたでしょうがね。呪いのことは奥方様にも秘密だったのです。ともあれ、それを知って私は申し出てしまったのです。私が薬を手に入れます、とね。ほう実は、ある村に小さな小さな迷宮があり、10年ほど前、神薬が出たのです。それは、村長の息子が母の重病を治すために。 必死の思いで手に入れた奇跡の薬でした。けれど、間に合わず母は死に、息子は、それを悲しんで出て行ってしまい、よその迷宮で死にました。以来村長は、そのことを誰にも言わず、密かに薬を持っていたのです。チェーニーは知っていたのか。その村の危機をお助けしたことがありましてね。その大火に、神薬を差し出そうとしたのです。その時は断りました。引き合わないからです。今回、私は、 精一杯の金額を用意して、紙役の買い取りを申し出ました。できるだけ目立たないよう、居者の他は、護衛二名だけという少人数で、行ったのですが、それがあだになりました。あれは、そういう状況での護衛募集だったのか、トレカンは思った。姫様の命がギリギリ持つ、トシイラ様が見立てた日が、薬を持って帰る期限でした。あとは、レカンさんも、ご存知の通りです。ああ、そうそう。私が、 薬を領主館方に届けた翌日、ヘンジット動画様が突然お見えでした。姫の機能をお聞きして、絶対に病が治せる薬をお持ちしましたということでした。ミトスコとヘンジット動画がグルだと言ったのだったな。はい。では、ミトスコとジャックに頼んだ場合、結局ヘンジットがやってきたのかそうではないかと思いますが、そこはよくわかりません。ヘンジットにはどんな利益があるヘンジット様は、 以前からスシャーナ姫に化粧しておられました。なるほど。さて、ここから先は、噂と推測になります。まず、ミドスコ様が、預かった魔法武器を紛失したという噂があります。ほう。二つともか二つともです。しかし、あれは、無理な理屈を並べ立てて領主様から預かった大切な武器。大金がかかったものでもあります。なくした、ではすみません。そのうち、 一つは私が持っているわけで、今回のことを妨害しようとした資格が持っていたのはどういうわけか、と追求しても良いのですが、その場合、お前が盗んだのだろうという反撃をされると、水掛け論になります。水掛け論になれば、立場の弱い私が負ける恐れがあります。そうだろうな。これも噂ですが、ミのスコ様は、シーラ様を何度も訪れ、売りつけた武器が壊れたから、代わりの品を支給届けさせろ、と要求なさったようです。 なぜ領主を通さなかった領主様は武器を買うとき製作者の要求により壊れようと紛失しようとこれ以上は絶対に購入を申し込まないという誓約書に署名なさったからです。するとシイラの失踪はその関係かそうではないかと私は推測しています。今この町の主要な薬屋はミドスコ様のご無体な要求に耐えかねてシイラ様がいなくなったと大騒ぎしています。当然 薬屋の乗客である、この町の有力者たちも、ミトスコ様に憤慨しています。また、シーラ様は、王都にも関係者が多いといわれるお方です。そんなお方を敵に回してしまった、ミトスコ様の陣営からは、穴の空いただのように逃げ出す者が相次いでいます。ザック・ザイカーズもか真っ先に逃げましたよ。そんなわけで、いよいよ、ミトスコ様の罪を問う機運が熟しつつあります。いえ、もうほとんど熟しています。 なるほど。そういえば、リケというのは誰のことだおや、まだお会いになっていませんかシイラ様のお孫さんですよ。若い女性ながら、この町の近くに出た強大な魔獣を2度にわたり退治し、緊急冒険者となられました。シイラの孫若い女冒険者もしかして、ショート・ソードを腰に釣った、一見20歳前ほどの年齢で、若い頃のシイラは、 こんな姿ではなかったかと思わせる黄金色の髪の女冒険者かそうです、そうです。そうか。名は知らなかったが、20日間ほど、一緒に薬草を取りに回った。二人きりでですかああ。それは、若カ様には知られない方がいいですよ。なぜだ恋は盲目と申しますから。ほう恋あれにか先日、この町のギルドに、ニケさんが顔を出されましてね。 それを、誰かがアギト様に伝えたのでしょう。シーラさんの失踪騒ぎと混ぜて、大げさに。なるほど。ところで、レカンさん。今回の迷宮はいかがでした最下層まで行った。迷宮の主からはこれが出た。こ、これは。初めて見ました。金色のポーションですね。これは私どもにお譲りは。しない。俺が自分で使う。そうでしょうね。今回は、 他には宝箱が出なかった。前回の余りと合わせて、ポーションを何個か譲る。おお、ありがとうございます。レカンは、袋に、青ポーションと赤ポーションのショート中を全部詰めて持ってきていた。それを渡して、最後に残った酒をぐいと飲み干し、レカンは席を立った。うまかった。それはようございました。六。翌朝目を覚ましたレカンは、体のあちこちが痛み、全身がひどくだるいことに驚いた。 だが、考えてみれば、ゴルブル迷宮の下層は気の抜けない戦いの連続だったし、最下層の大号機との戦いは、駆けいなしで視力を振り絞った戦いだった。体が休養を求めているのだと考え、その日は朝食と軽い夕食を取った他は、ずっと寝て過ごした。昼前に、部屋を出て行けと言われたが、追加料金を払って日中も滞在させてもらった。夕方、チェーニーの部下がポーションの大金を持ってきた。 金額も確認せず、収納に突っ込んだ。次の日の朝には、疲れが取れているかと思ったが、むしろ、前日より体が重かった。この日も、追加料金を払って、日中ずっと寝て過ごした。3日目になると、体の反応は鈍いものの、もう動けないほどではなかった。むしろ、けだるくはあるものの、体の奥には生命力があふれているのが感じられる。この日の日中は、街中をぶらぶらして過ごした。広場の腰掛けに、 ぼーっと座って、行き交う人々を見るともなく見た。武器屋と防具屋を何軒かのぞいてみた。以前に、店頭で剣を鑑定して、店主にたしなめられた武器屋にも入った。客が店頭に置いてある剣について、店主に質問をしていて、店主はいちいち丁寧に答えていた。レカンは、長年、いろんな剣を見てきたから、剣については鑑定を使わなくても、それなりの目利きができるつもりだ。店主の説明は、おおむね妥当だと思った。 ただし、前回レカンが鑑定した件についての評価は、耐久性能が低いのではないかと思った。実際より高く言うのに比べれば良心的といえば良心的だが、正確でない評価は少し気になった。あんた、この前、店頭で、堂々と鑑定を使ってた人だな。ああ。店主は、レカンの姿を、上から下まで、じっくりと眺めた。あんた、冒険者としてはすご腕なんだろうな。ああ。 だけど、鑑定は初心者なんじゃないかいああ。ちょっと待ってろ。店主は、店の奥から、一本の剣を持ってきた。こいつを鑑定してみな。言われるままに鑑定してみる。普通の鋼鉄の剣だ。粗悪品ではないが、特筆するような長所もない。じゃあ、こいつの絵の部分だけを鑑定してみな。絵に意識を集中して鑑定すると、締め付けが緩んでおり、あと少しで剣が抜けてしまう状態であることが分かった。 もう一度、今度は、剣全体を鑑定するつもりで、鑑定をしてみな。そのようにすると、耐久度がかなり下がって表示された。わかったようだな。次はこいつだ。天主は、二本の剣を取り出した。この二本の耐久度だけを鑑定してみな。二本のうち一本は、身が、薄く剣先が鋭い。もう一本は、身が、厚く剣先が鈍い。耐久度を鑑定したところ、身の薄い剣の方が高かった。 今度は、横からの衝撃に対する耐久を鑑定してみな。そんなことができるのかと思ったが、やってみるとできた。鑑定の結果、耐久度の上下が逆転していた。鑑定をするときにはな、何を鑑定してるのかをよく心得ておかなきゃならん。ぼんやりと鑑定したって、出てくる耐久度は、その剣を、標準的な使い方で使ったとき、あとどれくらいも使ってことだけだ。だけど、剣てなあ、いろんな使い方をするからな。 それこそ、れこ客ごとに使い方が違う。店の側じゃ客がどういう使い方をするかまで推測してその剣の性能を説明する必要がある。店主はレカンに鑑定させた剣を店の奥にしまった。多少鍛えられた鑑定屋はなあ剣一つを鑑定するんでもいろんな部分をいろんな条件で鑑定してみて総合的な評価を出すもんだ。なるほど。だけど本当に達人の鑑定士は。 たたった一発で剣を鑑定するそれにはその剣を一目見ただけでどんな鑑定が必要か見抜く眼力がいるけどな。天守は鑑定を持っているのか。寄せや。そんな技能があったら鑑定で食ってるよ。そっちの方が断然稼ぎがいいからな。ただし鑑定屋だろうが武器屋だろうが経験を積まなくちゃダメだ。才能だけで世渡りができると思ったら大けがをする。よく分かった。 勉強になった。そう言って、レカンは天使に背を向けた。そのまま店を出ようと思っていたのだが、気が変わって、もう一度振り向いた。天使。何だいこの店で、一番いい剣を見せてくれ。一番いい剣だ。まあ、見せるぐらいならいいけどよ。どういう種類の剣を使うんだ万能型の長剣だ。斬撃もするが強打もする。歯を斜めにした薙ぎ払いもする。横腹で、 相手の攻撃を受けることもある。岩や鉄も切る。岩や鉄も切るだ。そんなふざけた剣はねえけど、ちょっと待ってな。少し経ってから、天守が運んできた剣は、一目で技物とわかる匂いがしていた。迷宮品じゃねえから、温調はねえけどな。今は、もう死んじまった、らしくって、名人化事象が打った剣だ。こんなにバランスのいい剣は、ちょっとないぜ。あんたが言ってたことは、一通りできる。隙もいけるぜ。 じっと検診を見た。こしらえもじっくり見た。いい剣だ、と思った。折れてしまった愛犬によく似ている。レカンの収納には、20本以上のいろいろな剣が収まっているが、それはいずれも素材が希少であったり、特殊な性能がついたりしている特別な剣ばかりであり、こういう普通の剣は入っていない。普通の剣としては、愛犬が最高の剣であり、自動修復までつけたのだから。 似たたようなな種類のの劣る剣に価値を見出せなかったのだ。確かに音調はないようだ。不思議なことに鑑定をしたわけでもないのにそうわかった。いくらだ。金貨6枚。顔を。えレカンは金貨6枚を取り出してカウンターに置くと呆然としている店主から剣を受け取り腰に釣って店を出た。宿に部屋を取って食事をした後買ったばかりの剣を鑑定してみた。名前、ラスクの剣。 品名、剣。攻撃力、やや高い。切れ味、やや良い。耐久度、万全。驚いたことに、自動修復がない以外、愛犬とほとんど同じような鑑定結果が出た。これがたった金貨6枚で買えたとは、信じられないほどの幸運である。しかし、自動修復がついていない以上、時々に、修理や手入れが必要だし、それをしても耐久度は下がってゆき、いずれ折れる。 レカンのような戦い方をする者にとって、それは避けられないことである。この剣の耐久度は万全だが、それはこの剣にとってということであり、素材自体が持つ限界からは逃れられない。新しい剣が必要だ。レカンの扱いに耐え続けられる、特別な材質の特別な剣が必要だ。ザナの守護石の付与がある状態で、渾身の攻撃ができる、頑丈な武器が必要だ。それはどこで手に入るのだろう。7 次の日、シーラの家を訪れた。ゴルブル迷宮に向かう前に、ウルスの魔石を渡しに来てから12日目ということになる。玄関の扉がきれいに修復されていた。しかも、取っ手付けたような新しい木材を使うのではなく、どこから探してきたのかわからないが、渋みと落ち着きがあり、元の扉ととてもよく似た素材で修復されていた。シーラはやはりいなかった。ジェリコが、寝床から、物上に左手を上げて、レカンを歓迎した。 作業部屋に入り、茶でも沸かそうかと考えていると、ポツポツと音がした。雨だ。雨がさらさらと降ってくる。雲は、さほどの厚みがないのか、庭に落ちる日の光は少し柔らかくなったものの、薄暗いというほどではない。レカンは、庭に雨が落ちる光景を見たくなって、作業室の扉を開けた。だが、ちょうど扉の前まで風よけが張り出していて、見通しは良くない。結局、レカンは、扉のところに立ったまま、 庭を眺めた。薬草と毒草の色や形や高さはさまざまである。そのさまざまな葉の上に雨が落ちて、異なる形状をとって地上に落ちる。小さくて丸くて平たい葉を密集して、ヒゲルラスマメツブグサは雨に打たれて、嬉しそうに身を揺すっている。赤から黒に変じる細長い葉をまばらにつけた龍の息吹は、水滴を溜めきれなくなると、ピーンと頭を上げて水を下に落とす。考え深い老人が、 何かかにいいているかのようだ鋭い葉を20枚ほど横に連ねた形の葉をたった一つだけつけた地獄草という恐ろしげな名を持つ毒草は葉を切った汁を一滴浴びただけで混沌するほど強い麻痺性を持つが低い薬草の間から毅然とそびえ立っていて誇り高い貴婦人が静かに涙を流しているような風情がある草や木から流れ落ちた水はわずかな時間透明な水たまりを作りそして土に吸い込まれて姿を消す この庭に小さな池でもあれば、また違った趣を楽しめたろう。レカンは、この世界で、初めて雨に出会った時のことを思い出した。食料は、どこだと慌てるレカンを、周囲がいぶかしく思い、後でルビアナ・フェルヒメに呼び出されて、事情を話す羽目になった。レカンのもといた世界では、雨は降り始めると、何日も何日もやまない。ザーザーと凄まじい量の水が、天から落ち続ける。雨とは、飢えと冷たさをもたらすものであり、 食べ物を腐らせるものであり、世の中を薄暗くしてしまうものだ。死神が雨を連れてくるという言葉には、人々の実感が込められている。雨が降る前には、何日分もの食料を確保しておかなければならない。さもなければ、悲惨な死が待っている。それが、元の世界での常識だった。ルビアナ・フェル姫は、目を丸くしながら、そんな話を聞いていたものだった。あまり、部屋に湿り気を入れすぎてはいけないので、扉を閉めた。 地下室に降りてみると空気がよどんでいて湿っぽい移動の魔法を使って空気をかき混ぜ暖炉に火を入れて水気を払った巨大な煙突は上から雨が降り込まないような構造になっているが横から吹き込む雨は完全には防げないたまには換気し湿り気を飛ばしてやる必要があるだろう地上に戻って茶を入れて飲んだ温かい茶が体の隅々まで染みていくのをじっくりと味わった8 収納から金のポーションを取り出して机に置いた。それを飲んだ者には何かの技能が与えられるという迷宮品だ。手に入った瞬間から自分で飲むと決めていた。ただし、シーラに見てもらってから飲むつもりだった。けれども現在シーラはいない。では、シーラが戻ってくるまでこの薬を飲むのを待つのか。そこまでして事前にシーラに見てもらわねばならない理由はない。そもそも、シーラといえども、 このポーションの効果はわからない。どんな技能が得られるか、飲んでみるまではわからないと、シーラ自身が言っていた。元の世界で、迷宮の回想ボスを倒して得られる能力は、戦闘系に限られていたように思うが、この金のポーションで得られる技能はどうなのだろうか。このポーションを使うことで、レカンの害になることが起きる可能性はあるだろうか。シーラは、確か、こう言った。あんたが魔物を倒して、金色のポーションを手に入れたとしたら、あんたは、 そのポーションから得られる能力を必ず使える。心配することはないのだ。いずれにしても何が起きるか飲んでみなければわからない。しばらく手の上に置いて眺めた後、レカンはそれを口に投げ入れた。口の中で容器を潰す。味のない液体が口中に溢れる。ぷよぷよとした感触は容器だ。この容器も口の中で溶けてしまうことは経験で知っている。口の中の液体を 容器の残骸ごと、ごくりと飲み込んだ。しばらくは何も起きなかった。十呼吸ほどの時間が過ぎたろうか。腹の底に、ぽわり、と温かいものが生じた。ゾワゾワと、その温かいものから、触手のようなものが伸びて、全身に広がってゆく。それが、全身にくまなく行き渡ったとき、突如、全身が高熱に焼かれたかのような感覚に陥った。ガタガタと体が震える。体中の力が失われる。 もう椅子に座っていることもできない。ずるずると崩れ落ちて、床に横たわる。全身を襲う強烈なおかんには抗う術がない。ただ耐えるだけだ。そこで意識が失われた。気がつくと、ジェリコが、心配そうに上から覗き込んでいた。体を襲った変調は消え失せている。起き上がって椅子に座ったが、全く、動作に問題はなく、体のどこにも痛みも不調もない。さて、どんな技能が得られたのだろう そう思いながら、しばらく椅子に座っていたが、わからない。だが、確かに、新たな技能を得たはずなのだ。気がつけば、雨はすっかり止んでいた。しゃとしない思いを抱えながら、宿に帰って部屋をとり、食事をして寝た。9。翌日は、朝からシーラの家に行き、登校の練習をした。その翌日も、朝からシーラの家に行って登校の練習をしていたが、昼前来客があった。 両主の息子アギとウルバンだった。岸本樹を一人連れている。レカンは、玄関の扉を開けたが、アギとお腹に入れることはしなかった。何のようだ。シイラ殿はおられるかいない。に、ニケ殿はおられるかいない。何か手がかりはつかめたか手がかりとは、何の手がかりだ。シイラ殿とニケ殿の失踪についての手がかりに決まっているではないか。シイラはどこかに行っているが、 それはこれまでもあったことで、別に誰かにさらわれたわけではない。ニケは、もともと、この家には住んでいない。そ、そうか。要はそれだけか。この扉を。うんこの扉を壊したこと、謝罪する。その謝罪は確かに受け取った。修理の職人を呼んだのはチェイニーだが、修理代は、私の財産から払う。確かに聞いた。多分、領主がそう命じたのだ。つまり、これは、 両手が、レカンとシーラに謝罪したということなのだ。他に用は。い、いや。それだけだ。アギトはうなだれて帰っていった。作業部屋に戻ると、椅子にニケが、つまり、少女姿のシーラが座っていた。いやあ。帰ったのか。まあね。ニケは、お茶を入れて、一つをレカンに差し出した。その姿の時は、ニケと呼んだ方がいいのか。そうしてもらえると、ありがたいね。 ゴルブル迷宮で、金のポーションが出た。おう。飲んだのかい飲んだ。どんな技能がついたんだいわからん。ふん。ま、そのうち別れだろうさ。剣が折れた。へえ。レカンは、収納から、二つに折れた愛犬を取り出した。こうなってしまえば、自動修復も働かない。もう、剣としての生命は終わった。ちょっと見させておくれな。しばらく、ニケは、 剣の折れた部分を調べ、次に宝玉のハマっている絵を念入りに調べた。魔法の機能はまだ生きてるね。宝玉は死んでない。魔力が少し減ってるだけだ。うーん。この剣、ちょっと預かってもいいかい構わん。あたしの友達で、こういうのに詳しいのがいるんだ。そいつに見せてやりたいんだけど、構わないかいそれは、もしかして、王都の魔道具騎士ヤックルベンドとかいうやつかそうさ。 その名前をどこで知ったねチェーニーから聞いた。ふーん。何があったんだいレカンは、ボーカの町に帰ってから起きたことの荒ましを説明した。うん。だいたいそんなとこさね。ここにあたしがいると、ミドスコの使いとかいう、ぶさーう者が毎日押しかけてくるからね。ちょっとよそに言ってたのさ。あんな奴は早く消えてくれるのがいいね。よほど、ミドスコのことを面倒に思っていたようである。ところで、 あんた、気にならないのかい何がだ枝ちゃんがいないことをさ。ああ、そういえばいないな。忘れていたわけではない。存在を思い出さなかっただけだ。もう少し、弟子のことを心にかけた方がいいよ。それがあんた自身のためなんだ。それで思い出した。何をだいどうして、枝を、俺の弟子にしたんだあんたの方が、よほど、たくさんの魔法を知っているのに。やれやれ。 それは説明しただろうにね。人に教えることで、あんたは、またとない勉強ができるんだよ。確かに、俺には勉強になった。だが、枝のためということからすれば、やはり、あんたが直接教えた方がいい。あのね、あんたは知らないんだろうけど、この世界の魔法使いなんて、投稿や着火みたいな基礎魔法を除けば、一系統に、三種類か、せいぜい二系統トを3、種類の魔法を使えるぐらいのものなんだ。レシーリしたら、 師匠が使える魔法しか教えてもらえない。そういうものなんだよ。あんたなんか、視覚系と創造系と空間系と光熱系と、四系統も使えるじゃないか。それに、多分、特殊系の吸収を使えるだろう。こんな優秀な師匠になられる枝ちゃんは、幸せなんだよ。そうなのか。そうなんだよ。レカンは、口ではニケにかなうわけがなく、簡単に丸め込まれてしまった。もちろん、枝が、 レカンに魔法を習うように仕向けるについては、ニケには、ニケの思惑があった。だが、それを説明するつもりは、ニケにはなかった。まあ、とは言っても、あんたも留守が多くなりそうだしね。あんたがいないときは、あたしが教えてあげるよ。それは、そうと、今日は、新しい魔法に挑戦してみるかい。ぜひ頼む。この日レカンは、回復の手ほどきを受けた。結局、この日は発動できなかったが、ニケは、 習得の可能性があると言った。発動にはいたらなかったけど、魔法の構築は、e、線いい線言ってた。多分覚えられるよ。冒険者で回復が使えたら、こんな便利なことはないからね。気長におやり。回復といえば、シーラの傷薬と魔力回復薬は、どちらも素晴らしい回復力だ。そりゃよかった。魔力回復薬は、青ポーションの台よりも優れているように感じた。うーん。 そりゃ使い方次第なんだけどね。赤ポーションと青ポーションの効能は量が決まってるんだけど、魔力回復薬の薬効は魔力や生命力に比例する。傷薬も似たようなものさね。量が決まっている、とはここに子供がいて体力が2だとしよう。その子が怪我をして体力が1になる。回復量10の赤ポーションを飲ませたら、この子の体力はいくつになるね ?11、かな。2が正しいね。 元々にしかない体力が、それ以上にはならないのさ。じゃあ、あんたの体力が1000だとする。怪我をして、体力が900になっちまった。回復量10の赤ポーションを飲んだら、あんたの体力はいくつになるね ?910、9 10かな。一応それが正しいとしておこうかね。それに対して、あたしの傷薬は効果が違う。体力1になったこの生命力が1しかないとすると、あたしの薬の回復量も1しかない。 それでも、体力を2に戻すことはできるさね。あんたの生命力は、怪我をしても、やっぱり線あるかもしれない。そうすると、あたしの薬の回復量は1000だから、あんたの体力も1000に戻る。ただし、これは、理屈の上ではそうであるということであって、あたしの傷薬は、深い傷をいっぺんに塞いじまうことはできないし、効き目が遅いから、深手の治療には間に合わない。踏む。ならば、命に関わる傷でさえなければ、 赤ポーションより優秀なのだな。いやいや。私の傷薬が治せるのは傷だけさ。赤ポーションは、内臓の病気も一時的には治すし、折れた骨もくっつける。あっという間にね。疲労に伴う各種の消耗も回復するから、疲れも取れる。それに、小さな子供に使えば、小ポーションでも、それこそ、神薬並みの効果がある。だからこそ、あんなに、高い値段でもすぐに売れちまう。そうか。 弱いものほどよく効くのだな。納得した。ところで、赤ポーションを続けて飲むと、効果が落ちるのに気がついたかいああ。不思議に思っていた。普通の薬でも、そういうことはあるんだけどね。とにかく赤ポーションを連続使用すると、薬効が落ちる。そうさね。回復量100の大ポーションを2つ立て続けに飲むと、200じゃなくて、120ぐらいの効果しかない。3つを、ほぼ同時に飲むと、 くらいの効果になる大雑把に言えばね。理解した。ここに、一人の冒険者がいて、手に怪我をして血が流れているが、ほっとけば治るような傷で、命に別状はない。一方、その冒険者は、内臓に病を持っていて、今は、痛みも苦しみもないが、放っておけば死ぬ。さて、この冒険者が、回復量10のポーションを飲んだ。ポーションには腕か、内臓か、どちらか片方を治す力しかない。 どっちを治すと思うね。内臓だろう腕なんだよこれは有名な話さその原因についちゃ痛い方を優先するんだろうとか新しい方を優先するんだろうとか不自由な部分から直すんだとかいろんな説が上がってるけどねフームこっから先は少し難しい話になるんだけど赤ポーションは怪我や病気を直すだけじゃなく健康な部分をもっと健康にしたりあるいは本当に健康なのかを確かめるためにも 薬光を消費する。意味がよくわからん。まあ、聞くだけ聞いておきな。理解するのは後でいい。ある冒険者が大きな傷を負っていても、それがひどく古い傷で、しかも、痛みも不自由さもないと、赤ポーションは、そこを後回しにする。ニケは、計量用のメモリがついた銀のカップを、机の上に置いた。このカップがあんただ。あんたの体力は1000だ。そして、この800ぐらいのところに、あんたの左目がある。 これに赤の大ポーションを一つ入れれば目盛りの100のところまで治る。二つ入れれば120のところまで、三つ入れれば130のところまで効果がある。届かんな。操作。100個赤の大ポーションを入れても800には届かない。だからあんたの左目は赤ポーションでは治せない。昔から迷宮の真相に潜るような冒険者の中にはいつまでも古傷が消えない奴がいた。それは多分 そういうことなんだよ。体力と生命力の全体量が大きすぎるから、治癒できない部分ができてしまうんだ。ふむ。この左目を失った時は、少し驚いたが、代わりに良い技能を得た。今では不自由はしていない。だが、気遣ってくれたことには感謝する。役師なのに役立たずで済まないね。ただ、諦めたもんでもないよ。あんたほどの冒険者なら、いつか、きっと神役を手に入れるだろうさ。 神役とやらなら、この左目が、また見えるようにできるのかできる、と私は思う。では、その日を楽しみにしよう。優秀な回復持ちがいる神殿を訪ねて、バカ高い料金を払って、今すぐ治療してもらう手もある。ほう。治せるのか治せる奴もいるだろうけど、金は払ったけど治せなかった、ということもあるだろうね。それは嫌だな。まあ、あんたなら、金はいくらでも稼げるだろうけどね。 治療と引きき換えに、に神殿にギリができる。それをうまく利用してあんたを取り込もうとするかもしれない。レカンは人間社会での駆け引きが嫌いであり、下手だ。わけのわからない神官にいいように丸め込まれ、便利使いされるのは、ゾっとしない未来図だった。神殿には行きたくないな。爽快。この後に毛はレカンの左目に回復をかけた。その後、傷薬を魔法純粋で解き、回復をかけたものを。 レカンの左目に塗った。だが、レカンの左目は、見えるようにはならなかった。悪いねえ。今の私は、あんまり強い、回復は使えないんだよ。いや、手間をかけさせて悪かった。中。翌日は、ニケに指導されながら回復を練習した。その合間に、人の体の構造について教えを受けた。また、いろいろな話をした。剣が欲しい。愛剣の代わりになる優れた剣が、 俺が、渾身の力を込めて、斬撃を放っても折れない、強い剣が欲しい。どこに行けば手に入るうーん。それなりの家事屋も、何人か知らなくはないけど。多分、あんたの要求に応えられるようなものは作れないだろうね。ツボルト迷宮を知ってるかいいや、知らん。別名、剣の迷宮とも言われててね。宝箱から、やたら剣が出る迷宮なんだよ。ここからは、伝説に残るような剣も出てるし、 とにににかく火葬に行けば、相当の剣が手に入る。癖もある迷宮で、火葬まで降りるのは手間がかかるし、強い冒険者が集まる迷宮だから、いろいろと油断はならないけどね。どこにあるここから、乗り合い馬車で1ヶ月ぐらいかかるよ。目的にかなう剣を得るのに1ヶ月かかるとして、往復を入れると3ヶ月かかることになる。今は、まだ、シイラの元で修行している立場なので、3ヶ月の休みをくれとは言えない。 その迷宮に行くのは少し後だ。この剣はこちらの世界にもあるものだろうか。収納から進行でできた剣を取り出して、ニケに見せた。ニケは驚いた顔をした後、じっと剣を見つめた。なんてこった。聖光銀の剣じゃないか。混ざり気なしの。とんでもないお宝だよ、これは。しかも、剣としてもいい仕事だ。すごい切れ味だろうね、こりゃ。これがあるなら、 新しい剣なんかいらないんじゃないかいふむ。こちらでは成功銀というのか。この剣は切れ味が良すぎる。剣心が薄いし、歯は研ぎ澄まされているから、硬くて強い敵を、渾身の力で切れば、歯が欠けたり折れたりすることもあるだろう。剣をひねって、相手の体をえぐったり、剣の腹で、敵の攻撃を受けたりするのにも向かない。切ることしかできない剣だ。これをしぶきにはできない。なるほどね。その点。 迷宮品というのは損もしにくいし、特殊な音調がついていれば、検診自体に負担をかけずに戦える場合もあるしね。検診に負担をかけずにそうさ。あたしの剣みたいにね。ニケは、ショートソードを取り出して、鞘から抜いてみせた。綺麗な剣だ。それに、何かの音調がついているような気がする。鑑定していいかやってみたらいいさ。鑑定。何も読み取れなかった。鑑定不能 そういういことさ。この剣は水星切りという名が付いた温調品でねちょっと特殊な使い方ができる。ほう。鑑定技能を磨いていけばいずれ読めるようになるよ。11。翌日ついに回復が発動した。よし。あとはぼちぼち練習していけばいいさね。回復自体も便利なんだけどね私の傷薬を水で溶くとき回復をかけてやるか塗ったあと回復をかけてやると。 飛躍的に薬効が高まり、早く効くようになるのさ。それはありがたい。回復の効き目はね、行使する側の魔力と、行使される側の生命力に依存するのさ。依存それ次第ってことさ。レカンは、魔力も生命力も高い。ゆえに、自身に回復を使うと、非常に効果が高い上に、回復後に、すぐ新たな傷を負って、回復を再度かけても効果が高い。ところが、レカンが、 普通の人間に回復をかけたとする。レカンの魔力が高いので、最初は大きな効果を表す。ところが、連続して回復をかけても、相手の生命力が追いつかないため、すぐに効果は低くなり、やがて全く効かなくなる。回復には、魔法水やポーションのような副作用や制限はない代わり、別の限界があるのだ。回復はね、一度に強くかけるんじゃなく、弱い回復を、何度も何度も時間を置いてかけ続けるのが、 本当はいいんだ。このことは忘れないでおくれ。それとね、回復には二通りある。冒険者向きの、手っ取り早いけれど、乱暴なやり方と、背漁師が使う、症状や体力に応じた、精密で丁寧なやり方がね。迷宮で使うには、乱暴なやり方が向いてるけど、せっかく、あたしの元にいるんだから、あんたには、精密で丁寧なやり方を教えるよ。十二。翌日、ニケと回復の練習をしていると、 枝が来た。たった今おおジェリコ、元気だった。ほーら、お土産。うるさいのが帰ってきたな。かわいいじゃないかい。あ、あたしは初対面だからね。つまり、枝は、ニケの正体がシイラだと知らず、ニケには初めて会うのだ。レカン。帰ってたのか。迷宮道だった。で、その女、誰ひどく冷たい目で、枝はニケをにらみつけた。こんにちは。 私はニケ。シーラばあちゃんの孫だよ。ポ険ケンをやってる。え、孫ポ険ケン待てよ。ニケまさか、水星斬りのニケそんな風に呼ぶ人もいるね。キキキキキ、緊急のああ。ニケが緊急だと知ると、枝は、素早く言葉遣いを切り替えた。そ、そうだったんすか。へえ。水星斬りのニケさんは、シーラさんのお孫さんだったんすか。 権威に弱いやつだな。あんたが枝ちゃんだね。ばあちゃんから話を聞いてるよ。すごく見込みのある新人だそうだね。み、見込みって、そんな。すごく見込みがあるなんて、知ってたけど、そんなふうにシーラさん言ってくれてるんすか。この時、玄関で声がした。ごめんくだされ。ごめんくだされ。どこかで聞いた声なのだが、思い出せない。先ほどから、生命感知に映っている赤点も、 それだけで判別できるほど特徴的でもない。もっとも、サイドモール家に滞在していたときのように、決まった顔ぶれと毎日生活しているような状態でもなければ、生命感知で個人を特定することなど、ほとんどできない。はーい。枝が、能天気な声で返事をして、玄関に向かった。そして、作業部屋に帰ってきていった。あの、ニケさん。岸ヤギとウルバンって、方がお見えですけど。あちゃあ。仕方ないね。 ここに通しておくれ。はい。枝に案内されて、岸アギトとその側近一人が部屋に入ってきた。先ほどの挨拶の声は、この側近の声だったようだ。レカンは、立ち上がって、ニケの後ろに回った。やあ、よくおいでだね。そこにかけたらいい。ニケが、アギトに椅子を勧めたが、アギトは座らずに、大行な礼を見せた。ニケ殿。ご無事でしたか。再びお会いできて、このアギト。 感激の極み。そりゃよかった。それで、今日は何の用事だ代用事などと水臭い。ニケ殿の安寧と幸福をお守りするため、牢は惜しみません。それなら、もう少し腕か戦術を磨くんだね。あの手いたらくじゃ、領民は守れない。そそれは言わないでください。あれ以来、毎日訓練に明け暮れております。へえ。それじゃ試してあげよう。庭に出な。レカン。 あんたもだ。その場にいた五人が庭に出た。おうや。このデカ物に切りかかってみな。レカン、あんたは剣を抜くな。相手の体にも触れるな。こ、この男を切ればよいのですね。素手体験な。それでこの男を切れたら、あんたを認めてあげるよ。そ、そのお言葉、お忘れなく。無造作に構えるレカンの前で、アギトは剣を抜き、ブルブルと力を込めている。レカンの方は、 街灯の下に、町の武器屋で買った、ラスクの剣を腰に釣ったまま、絵には手をかけていない。アギトも、すらりとしていて身長は低くないが、レカンとは、頭一つ以上の差がある。自然、見上げるような視線をレカンに送ることになる。えい、え。気合の声とともに、アギトが切りかかった。レカンは、それを、左手の前腕で受けた。キオウグマの街灯は、貧弱な攻撃では、切れ目一つつかない。それでも、アギトは、 必死に剣を押し込んでくる。レカンは、ちょっと困ったような顔をしてニケを見た。ニケは何も言わない。仕方ないので、右手の人差し指と親指で剣心をつかみ、ひょいとひねり上げた。あっ。かなり情けない声を上げて、アギトは剣を手放した。レカンは、取り上げた剣の塚と剣先を持って、自分の膝に叩きつけた。ボキン、と大きな音がして、剣が真っ二つに割れた。呆然としたアギトを、 側近が連れて帰ろうとしたので、レカンは声をかけた。折れた剣を持って帰れ。13。ニケとレカンと枝は、作業部屋に戻って茶を飲んだ。いやあ、かっこいい人だったっすね。それをあんな風にいじめやがって。レカン、あんたは鬼か。戦えと命じたのはニケである。レカンはニケを見た。あたしがここにいるのを知られちまったね。こりゃこれから毎日来るね。なんかあの、騎士様、 ニケさんに興味ありありりって感じだったっす。一体、二人の間に何があったんすかいや、二人の間には何もなかったんだけどね。ニケが、簡単に事情を説明した。三年前、王都に向かう街道に、銀狼さらじが出た。この街道が自由に通れないと、防火の町にとっては大打撃である。早速、守護隊から討伐隊が編成され、緊急冒険者に緊急依頼を出して、討伐に向かった。 だが、結果は、当時の守護隊隊長二人が大けがを負い、緊急冒険者たちも少なくない痛手を受けただけだった。対面を構っている場合ではないと、ゴルブル伯爵街をニス動画に、迷宮探索のために滞在している行為の冒険者を圧戦してほしいと頼み込んだが、冷たくあしらわれた。漁師クリムス・ウルバンは、バラをもつかむ思いで、薬師シイラに冒険者を紹介してほしいと頼んだ。シイラは、孫娘のニケを使わした。 やっと、18歳ぐらいにしか見えない冒険者に、クリムスは大いに落胆した。それでも、銀狼は掘ってはおけず、もう一度かき集めた冒険者たちと共に、ニケを街道に派遣した。ニケは、人たちで、銀狼の前足を2本切り落とし、もう、人たちで首を刈り取った。同行した緊急冒険者が証言したので、クリムスもこれを信じるほかなかった。この時、防火冒険者協会は、ニケを、緊急冒険者として承認した。 そして、二年前、やはり王都に向かう街道に、今度は、初め大雲ギエンウルハドルが出た。クリムスは、直ちに、ヤクシシーラに相談をかけ、再び、ニケが討伐に向かった。この時も冒険者たちが同行していたが、彼らが手を出すまでもなく、あっという間に討伐は終わった。この功績に対して、防火冒険者協会は、緊急を送って報いたのである。いや、その話、さっきの騎士様が出てこないんすけど。 じめ大雲の討伐の時、見届け役として同行してたのさ。まあ、現場を見とけっていう親心だろうね。ところが、そういう立場でもないのに、意味のない指示を出して現場を混乱させ、挙句に魔獣が出たら腰を抜かしてたよ。その目の前で、巨大な魔獣をバッサリやったんすね。まあ、そういうことさね。その剣裁きに、騎士様の心臓も、バッサリやられちゃったわけっすね。そういうのをバッサリっていうのかい それにしても、一回ならともかく、二回となると、偶然のわけはないさね。騎士様との出会い場ですか運命ってやつですね。そっちじゃないよ。魔獣の出現が、偶然ではない、ということかくぶくりん、催眠使いが関わってるね。調教ではないのかあんな行為の魔獣を調教できるような調教師は、めったにいないだろうね。催眠使いには、人間相手のやつと、動物や魔獣相手のやつがいるんだ。 催眠は状況よりかけやすい。ゴミ入った命令はできないし、信頼関係も築けないし、使い捨てになるけどね。何のことっすか催眠誰が寝たんすかお前は話を聞いてなかったのか。れかん、そんな言い方をするもんじゃないよ。人から言われた言葉におおらかなのは、枝ちゃんのいいところなんだから。そうっすよね。全然褒められてないぞ。それにしても、あんなのに毎日来られたらたまらないね。 下手すると、いや、下手しなくても、ミトスコも嗅ぎつけるだろうね。それは、うまくない。少し考え込んだニケは、レカンとエダの顔を見た。エダちゃん。あんた明日から依頼が入ってるかい今日帰ってきたばっかりっす。明日からは予定入ってないっす。よし。二人とも、ちょっと待ってておくれ。そう言ってニケは出て行った。レカンは、回復の練習をしたかったが、エダは掘っておいてくれなかった。 あたいが何をしてたか、興味あるかいない。あんたから、石屋の弓をもらって、まずは、近場の魔獣討伐の依頼を受けて成功させたんだ。やってない。それから、近場の護衛依頼を受けることができて、もちろん成功して高評価を受けた。お前、本当に、人の話を聞かないな。その後、もう少し長くて難しい護衛依頼を受けた。もちろん成功さ。弓を返せ。そして、今回は、 護衛六人の仕事でサブリーダーをやらせてもらったんだ。今じゃ、防火の冒険者の間で千本ちの枝と呼ばれてる。名乗ってるだけだろう。あたいが投稿や着火を見せるとみんな驚くんだぜ。すげえって言って。そんな話をしているとニケが帰ってきた。少し旅に出るよ。三人で護衛の仕事を受けたからね。行き先は公益都市番から行 往復14日間の仕事だ。レカン、レダちゃん、明日の赤、南ンの手前に集合しておくれ。第8話、ヤキシの失踪、カン。チャンネル登録、よろしくお願いします。終わります。